どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリインボーク、メンテナンスが終わりまして、新しい占領戦始まりました。今回期間1週間で僕はグール側ですね、今回。というわけで今回はですね、佐々木敗聖と、シラズがですね、駆逐で登場しているんですが、佐々木敗聖の方の A をやっていきたいと思います。初見プレイですね。あ、やべ、パーティー紹介しようと思ったら、まあ左下にパーティー出しとくんで申し訳ない。ですね、今回はまあいつもみたいに真ん中にムカデ置いて、まあ1ターン目で確実にブレイ、ちょっと待ってくれ。あ、最強降臨をあれか、1ターン前にその覚醒前のやつが入るのか。で、で右にあれね、いつも通り最高回復と壁要因ので、左に、あれですね、リゼですね。まあリゼを熟練度 100% にしてたら、冥属性キラートリプル S マイナスがついて、にちげえわ、冥属性キラーはついてるのが普通にスキルで、熟練度 100% すると人間キラートリプル S マイナスかで、攻撃力が 1.8 倍になるスキルがあるんですけど、まあこいつ残念ながらまだ熟練度 60% なんで、まあ次のフェスでね、こいつ 100% になることでしょう。で、後衛にエト、熟練度 100% のエトと、最後の後ろに敗聖、バフ要因ですね。で、リゼの後ろに、まあ、熟練度 100% のカネキを、圧倒カネキを置いてるんですけども、これはあんまり意味がないですただ使いたかったから、置きました。はい、というわけでやっていきましょう。相手武器耐久値これ高くね、何番あるこれ、ちょっと待って、見えねえ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、11ですかね、これは。ブレイク自体はできると思います。だからこういうあれですね、武器耐久値がかなり高い敵が出てきた時に、誕生日サイコとかは生きてくると思うんですけど、今度出る死神ハイセが、武器耐久値マイナス10かな確か。それだけ、まあでも熟練度 100% の話なんで、多分ね熟練度上げないと普通に低いんですけど、まあ、死神敗聖を引く人はね、必ず熟練度 100% にしてやるぞっていう意気込みが必要なのかと思いますね。まだそいつ、あの死神敗聖の持ってるスキル自体も分かんないですしね、アタックポイントが6っていうのも結構気になったりはしてるんですけど、個人的に。とりあえず次のターンであれですね、エトを貯めたいが、何をやってくる。武器耐久全回復、いいねいいね、まあそれは分かってる。1ターン目はとりあえずこれぐらいで終わり。あ、結構あれだね、行動してくる。っていうかあれか、待って、敵の行動力これ出てる、もしかして。ハイセのアイコンの右下にゼロって書いてんの、そうかな、前まで出てなかったよね出てたら申し訳ない、俺の見落としだわ。どうしようかな、5で削れるからな、ここでムカデ打つのもうもったいないような気もするけど、まあ打ちますか。すまなきゃ。エトで、これ待って、銃でいけるよな、ちょっと不安なんだけど。エトでね、あれなんですよ、ブレイクさせたいから、まあいいや、ここはちょっともったいないけど、エト出して、エトでブレイクさせて相手の攻撃力を下げていく、で出血麻痺を付与していく。まあここまではいつものテンプレだよね。オッケー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 、でこれでリゼの回復も補うと。まあここまでやりたいことはやらせてもらってるから、まあいけるんちゃうんかなと思うんですけども、どうなんでしょうか。できることならこっからハイセのスキルを貯めてガンガン削っていきたい。ちなみに、あ、僕駆逐やるときはブーストガスとかいつも使ってないんで、よし、防御力がアップとかはしてないですね。まあ、時々そういったコメント聞かれるんですけど、この場で言っておきます。待って、今相手がスキル何打ってきたか分かんない全然見てなかったんだけど、ここムカデ出すしかないよな。待って、これいけんのか、これやばい、これたまんないんじゃね、
これたまらないのでは。たまらなかったな。これまずいか。ちょ待てよ、これまずいんじゃないか。エトに変えるか。これどうしようかな。いや待てや、誕生日金来てあんなにあるのか。ちょこれ一旦誕生日、いやーどうしようかな。リゼを回復するし、ムカデをやられんのきついんだよな。この後からずっと毎ターンブレイクするってなった時にムカデやられんのきついから、いやいいか、ちょっとこのまま行ってみるか。怖いけど、やっつけ、やっつけ、まあ麻痺してるし、オッケーオッケー、何もしてこなかったわ、ラッキー。んで、ここね、圧倒カネキ出してもいいね。まあ、久しぶりに僕の相棒に日の目を見させてあげるか。まあ、一応この子僕の相棒なんでね、以後よろしくお願いします。どうしようかな。1234、これどうなんだろう、武器耐久値が削られるのってさ、10になるのっていつからだっけな。んで圧倒カネキのカグネを出していきますか。久しぶり、よし、とりあえずこのターンはこれで。あー、ムカデを下げてもよかったのかな。まあでも相手、あー攻撃力下がってるし、麻痺してるし、集結してるし、大丈夫でしょう。何、攻撃力一番のダメージ、武器耐久全部回復。オッケーオッケー、やっぱサイコがいいね、いい仕事してるわ。毎回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 サイコがいい仕事してくれる、駆逐で。サイコ働きます。んで圧倒カニキ、これスキル打てるかな、いきましょう。まあ、こいつ熟練度 100% にしてるんでね、使ってあげないと。かっこいい、あれこんなエフェクトだっけ。ドッスーンって打つのはなんだっけな、もう一個の方か。いやでもあれも一回、なんか一回ステップ踏んでグサグサグサだってね気がするけど。こいつのエフェクト変わった、バチコーンって叩くやつじゃなかったっけ。あ、やべ、しくった。あー、スキル、まあいいや。まあ、ガンガン削って、打ってこれもう一回圧倒カネキ打てるな。まあムカデも打てるんだけど、まあ今回はね、せっかくこいつ連れてきたんで、こいつのスキルもう一発打ちましょう。打って打って圧倒カネキで最後締めると。畳みかけます、そこ、ぜひこれで、そこ。今回のさ、占領戦アニメ放送がもうほんと2週間もしないうちに始まるのかな。まあちょうど2週間ぐらいか。あ、今日火曜日だから、グールって火曜日だったよね、第1期。今回どうなんだろう。10月9日、ちょっと確認するわ。10月9日はカレンダー、10月9日火曜日ですね。はい、ちょうど今から2週間で、東京グール最終章がですね、アニメ放送開始されるんですが、まあ、それに合わせて今回の占領戦かなり報酬がうまいと、大成功すれば必ず、共鳴剤もしくは、SRSSR の素材が落ちると、加工石かもう落ちるということでですね、かなり美味しい占領戦となってるんで、皆さんこの機会に、ぜひやり込んだ方がいいと思いますね。まあね、僕グール所属してるんで、グール所属してる側の人、本当に頑張って、勝ちをねもぎ取りましょう。前回人間勢に負けてるんでね、今回グール勢勝っていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。